ベアボルフとヨーロッパにおける他の相当大本営の位置を示す地図相当大本営ベアボルフはウクライナのビンヌイツや北方およそ12キロの松林市内に位置し1942年から1943年にかけて用いられたアドルフ・ヒトラーの第二次世界大戦ヨーロッパ東部戦線における軍事指揮所の一つに対する故障であるヨーロッパ各地にあった 多数の相当大本営の一つであり、ヒトラー本人が用いた最東端に位置するものであった。ドイツ語のベイアボルフ、またはベアウルフから取られた名で人狼と訳せる。ナチスはまた、ベイアボルフという言葉を第二次大戦末期にかけて占領軍に対するゲリラ攻撃の計画を持つ地下抵抗組織を指す故障としても用いていた。命名方式はボルフスシャンツのような 第二次大戦における他の相当大本営に対したものと合致したものである。そのいくつかは狼というあだ名を持っていたヒトラー自身になぞらえて命名された。当治はまたドイツ国防軍司令部の中でも最東端に一致していた。党の複合建築はウクライナのビーンヌイズや北方約12キロにある松林の中、キエフ幹線道路におけるストリツアブカと コロミハイロブカの村の間に位置した。1941年12月から1942年6月の間にソビエト軍の戦争捕虜によって最高度の機密として建設が行われた。この位置取りはナチスが計画していた当地と接続し、クリミア半島へ向かうヨーロッパ横断幹線道路に影響されていたということもあり得る。ドイツ国防軍は 自前の地域司令部をビーン・ルイズヤに構え、また、ドイツ空軍はおよそ20キロ離れたカリの孵化に飛行場を置いて大規模根拠地としていた。ベアボルフにおけるヒトラーの居住施設は、人目につかない中庭の横に建てられたつつましい木造の小屋で専用のコンクリート製円平号を備えていた。その他の複合建築は、およそ20棟の木造家屋と弊社、 そして3カ所に及ぶ B 級遠平号からなっており、辺りに巡らされた有刺鉄線と地下通路で結ばれた地上の防御陣地に取り巻かれていた。当地域を防御用の遠平号、高車法と戦車、そして対戦車用の溝と地雷腹が囲んでいた。喫茶室、理髪室、浴場、サウナ、映写施設、水泳プールが備えられており、主としてヒトラーのためであったが、 彼が実際に用いることはなかった。当設備にはまた、大規模な野菜園があり、ドイツの園芸会社タイデンシュピナーが管理を行って、ヒトラーに安全な食材を提供していた。ヒトラーは毒を盛られることを警戒していたので、彼の個人付き料理人が野菜を選び、食材は科学的に分析され、ついで毒味薬が試食を行った。ヒトラーの主張に基づき、 酸素タンクもまた利用可能であった。当施設のための水は冷や水度で供給され、電力は発電機で賄われた。ロイド・クラークなど数名の歴史研究者はいくつかの建物が地下通路で結ばれていたと指摘する。遠平号は、東都機関により一部は地元のウクライナ人労働者、強制労働者を用いて建設されたが、ある時には、 ソビエト軍の戦争捕虜によるものであった。秘密裏の建設事業の故障はアンリッチエイ・シャンファンであった。東北号施設にはベルリンから東施設の20キロ遠方にあるカリノフカの飛行場に至る3時間を要する日ごとの航路が供されていた。ベルリン・シャルロッテンブルク地区からベアボルフのアイヒエンマイ,イン停車所に至るまでの定時の鉄道連絡もまた存在した。 この鉄路は34時間を要した。東方における戦役の間、ヒトラーは主に相当大本営ボルフスシャンツェに住んでいたが、相当大本営ベアボルフには3度にわたって滞在した。当地域を放棄するにあたって、ナチスは地下構造物への通路に地雷を設置するなどして、当施設を破壊した。ナチスが去った後、ヨシフ・スターリンの命令により、統治の調査が行われたが、 資料の類は発見されなかった。ソビエト連邦は、東北号施設の地下部分を常時封鎖する措置を取った。今日では、水泳プールとコンクリート破片のみが、なおも、当地で目につく存在であり、公開の娯楽場とされている。当地は、訪問可能であるが、完全な博物施設を作る計画は2018年8月現在、実現を見ていない。 金傍には、ストリツアブカデナチスにより破格に埋められた、数千人の労働者その他の人々の記念碑がある。ありがとうございます。